ヒメコウテンシは、スズメメヒバリカに分類される鳥類の一種である。以前は、カラフトコヒバリとも呼ばれていた。ヨーロッパ南部からトルコ、中央アジア、モンゴル、中国北部にかけての地域と、アフリカ東北部から南部で繁殖し、冬季は地中海沿岸、アフリカ、アラビア半島、パキスタン、インド西北部にわたって越冬する。日本では、数の少ない旅鳥、または、 冬鳥としてトライする。日本海側の当初では、ほぼ毎年観察されるが、それ以外の地域では少ない。越冬例もある。全長約14センチメートル。スズメよりもやや小さい。背中や翼の上面はやや濃い褐色で、胸の両脇に黒褐色のブーチがある。眉藩は単色。体の下面は淡い褐色。私有同色である。草地や農耕地。 海岸などに生息する。植生は雑食で、地上で昆虫類や草の実を食べる。繁殖形態は卵性。草の根元などの地上に枯れ草や茎、根などを使って浅い湾状の巣を作る。内部には動物の毛や鳥類の羽毛を敷いてある。一さんから5個の卵を産み、放卵期間は約16日である。放卵は死ゆで行う。地鳴きは じゅんじゅん、ちゅんちゅんなど、ありがとうございます。